皆さんこんにちは。インターン生の古橋です。今回も僕のおすすめお酒&おつまみを紹介しようと思います。今回紹介するお酒はサワーになります。前回紹介したビールが飲めないという方で、サワーなら飲めるという方も多いのではないのでしょうか。日本におけるサワーは焼酎を炭酸で割ったものがほとんどです。そしてそこに味をつけるために何かを加えるものが一般的です。前回同様、僕個人のおすすめサワーを紹介していきたいと思います。一つ目にレモンサワーです。サワーといったらこれだという人も多いのではないでしょうか。炭酸とレモンの持つ柑橘系の爽やかさの相性が絶妙によくマッチしており、老若男女問わず愛されるサワーです。あまりの美味しさに早いペースで飲み続けてしまい、すぐ酔ってしまったなんてこともしばしば耳にするので、飲むときは自分のペースで飲むことをお勧めします。2つ目にグレープフルーツサワーです。甘い味のするものがほとんどのサワーの世界において数少ない甘みが抑えられているサワーです。グレープフルーツ特有の苦味がサワーにコクを与えます。またグレープフルーツが果物であるため体にも良いと感じます。ただしお酒であることに変わりはないので、飲みすぎには注意が必要です。3つ目に梅サワーです。梅サワーはシロップを使うものと梅干しを使うものがあります。個人的には梅干しを使うものがおすすめです。梅干しには甘いもの、酸っぱいものと様々な味があり、使う梅干しによってその味の違いを楽しめるからです。ただし梅肉とサワーはあまり混ざりやすくないので、飲むときにはよく混ぜるようにするとより美味しく飲むことができます。次にサワーによく合うおつまみを紹介したいと思います。一つ目にエビマヨです。エビマヨは揚げたエビにマヨネーズソースを和えたものです。マヨネーズを使用しているため味がかなり濃い料理です。その濃い味とサワーが持つ爽やかさが絶妙で、一度食べたら必ずまた食べたくなることでしょう。二つ目にチャーハンです。チャーハンは皆さんおなじみのお米料理です。チャーハンはたくさんの油を使用するため基本的に味がこってりしています。チャーハンを食べた後にサワーを飲むことによって、口の中のこってりした感じが一変して爽やかになります。爽やかになるとまたこってりしたものが食べたくなり、気づいたらチャーハンを平らげていることでしょう。いかがでしたでしょうか。今回紹介したサワーは前回のビールに比べて比較的飲みやすいお酒なので、ぜひお試しください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。